信長、絶対許さねえ。震えちゃって、そんなに悲しいの？憎いの？こっちに来て、抱きしめてあげる。あなたにいい情報があるわ。あの元親が明智光秀と何か企んでるらしいの。一方信長さんは部下がみんな出払っちゃって、今は一人本能寺にいるみたい。キャッ。これは俺の復讐だ。あんたは来るな。そうはいかないわよ。私はあなたに不幸を呼ぶ女だから、あなたが不幸に落ちる姿見物させてもらうわ。ついに孫一に不幸が訪れた。四国での仕事を終えた孫一のもとに秘宝が届く。彼のいない間に信長が奇襲征伐を決行。孫一の仲間は無残にも撃たれ、最下の里が焼き払われたのである。孫一は怒り狂いながら変わり果てた里を見ていた。その隣にはいつものように小少将がいた。彼女はいつにも増して美しく演んだ後、彼にささやく。敵は本能寺にあると。情愛の将、本能寺の変。あなたは最下孫一、私たちの援軍に来てくれたのですか？ああ、光秀、信長は俺にやらせろ。孫、師匠は一緒ではないのか？俺は一足先に寺に忍び込む。お前たちの邪魔はしない。ただ信長を撃ち抜くだけだ。行ってしまった。健能な雰囲気じゃったが、大丈夫かな？信長様に対する憎悪を感じました。信長様がいる限り、恨みや憎しみは消えない。もうたくさんです。ここで信長様を討ち、私は世界を変えてみせます。なぜ私をかばったの？私はあなたを危険な目に。あんたの大事な人を撃ったから、それだけさ。罪滅ぼしのつもり？バカみたい。愛し愛される者が戦で死ぬ、そんなこと日常茶飯事でしょ？俺はそんな日常嫌なのさ。俺が望むのは、愛し愛される人間が最後まで添い遂げる日常。女子供が悲しむ姿はもう見たくねえんだ。何語っちゃって、バカみたい。らしくないわよ。じゃあ俺らしくあんたを口説き続けるとしようか。あんたが許してくれるまで。そう来なくちゃね、天下の色男さん。信長は本能寺の炎の中に消えた。為政者を失い、時代はまた大きく揺れ動く。信長亡き後、天下の実権を握ったのは織田の家臣、羽柴秀吉であった。彼は明智光秀を討つと、織田筆頭家老柴田勝家も倒し、信長の後継者としての地位を確固たるものにする。秀吉は
徳川家康を臣従させた後、天下統一事業を開始。その最初の標的に選ばれたのは四国だった。胡尚昭は因縁深き地四国へと向かう。秀吉の大軍と戦う元親とガラシャを支えるために。なぜそんな危険を冒すのか、胡尚昭自身にもわからなかった。情愛の章、池田の戦い。ジョーちゃん、また助っ人に来たぜ。おお、よく来てくれたのじゃ。さっきの戦ではお互い大変な目に遭うたの。こっちのことはいいの。でもわらわちゃんも大概不幸ね。光秀のことか。確かにジョーちゃんにはきつすぎる。いいや、わらわは大丈夫じゃ。確かに父上は謀反人として討たれた。じゃが戦のない世を作ろうと努力なされていた。弱き者が救われる世を目指しておった。わらわはそんな父上を今も誇りにしておる。わらわは日の本一幸せな娘じゃ。参ったね。光秀が討たれて間もないってのにジョーちゃん笑顔だぜ。あんたはどうなんだい。私は師匠とて大切な人を失いながらも頑張っておる。そうだ、今日も色気をムンムンさせて絶好調。男たちを手玉に取るだろうぜ。あなたね。師匠、今日もムンムンで戦おうぞ。わらわたちの悲しみもう誰にも味合わせてはならぬ。わらわちゃん参ろうぞ。不幸も羽柴も吹き飛ばしてやるのじゃ。ねえ、勝算はあるの？天下の羽柴軍に勝てる見込みはない。それがどうした。勝てぬからといって逃げる足も俺にはない。孫一は本能寺で逃げたか。圧倒的な敵を前にして一歩でも引いたか。引かなかったわ。男とはそういうものだ。大切なもののためならば全てをかける。俺は天界の反骨、あの男はお前。大事にしているものは違うが魂は一緒だ。男って本当にバカね。そんなバカを女は愛する。そして夫婦となり子が生まれ世界が動く。時にそれが幸せを生み、時にそれが悲劇を生む。人はそうして歩んできたのだ、誠実に。ちょっと戦のこととだいぶすり替わってるけど。逃げたければ逃げるがいい。強制はしない。だがそうやって逃げることをあの男は望んでいない。俺が言えることはそれだけだ。おう、あいつと今何話してたんだ。内緒よ。今回は運よく勝てたみたいだけど、きっと秀吉に飲まれるわよ。それでもまだ抗うつもりか、元親。ならば逆に問おう。なぜお前はここに来た。なぜ俺と共に秀吉に抗った。それはお前は己の心に従ってこの戦場にやってきた。大きなうねりに逆らい己の運命にも抗うために。相変わらずちんぷんかんぷんだな。わからないか。
声をなくした魂のために抗う。それはいい。だが、魂に縛られるな。あくまでも進むのはお前自身だ。お前の運命は誰かが変えるのではない。お前自身で変えるのだ。誠実に。まあよくわかんねえが、励ましてくれてるみたいだな。そうね、なんとなくわかったわ。ありがとう。上等。小少将は元鹿と共に羽柴軍を破った。だがさすがの元鹿も秀吉の物量に逆らえず傘下に入る。秀吉は四国に続き九州、奥州、関東を制圧。ついに天下統一を成し遂げる。やがて秀吉が死ぬと天下は再び乱れ出す。実力者徳川家康と秀吉の維新石田三成が対立。両者の争いは天下を東西に分けた決戦に発展しつつあった。三成は家康率いる東軍の戦力を削るべく、東軍に属した大名の身内を人質として幽閉。人質の中にはガラシャの姿もあった。小少将はガラシャを救うべく幽閉された屋敷に向かう。なぜそんな危険を冒すのか、小少将にはすでに分かっていた。情愛の将、ガラシャ救出戦。ジョーちゃんはここに閉じ込められたみたいだぜ。私に関わった人は結局不幸に落ちたわ。あなたもわらわちゃんも。でももう失いたくないのよ、大切な人を。だから不幸を笑い飛ばしてみせるわ、わらわちゃんみたいに。いいね、さすが俺が惚れた女だ。まだそんなこと言ってるの、バカね。助けてくれないの？今のあんたなら一人で大丈夫だろ。ええ、必ず助けてみせるわ。ジョーちゃんが無事でよかったな。わらわちゃん、抱きしめてやれよ。今のあんたなら大丈夫だ。師匠、師匠。みんないなくなってしまった。でもわらわには師匠がいる。師匠、みんなの分まで精一杯生きようぞ。大丈夫よ、私の大切な人。